危うく怪我するところだった。裁判所が近いな。デルビスから昔聞いた話だと、不義が行われた時に民がそこで抗議するらしいな。父が言っていた。人間の尺度を測るには、その下で働いている者に尋ねろ。ここの判事なら総督のことを誰よりも知っているはずだ。奴の統治はひどいものだ。奴は聖典を完全に誤解している。あんなあからさまな冤罪見たことがない。いや、ハンジ殿、ムハンマド・イブン・ターヒル総督について聞きたいことがあるのだが。この私は高給取りだ。貴重な時間を使わせないでいただきたいが、どうしてもというなら。つつましやかな民からの感謝の印だ。受け取ってくれるか。うん、受け取ろう。初期費用として。俺は正義に仕えるものだ。ここは金で済ませよう。それで総督について何を知っている？彼は恐れられ、尊敬され、そして秩序に尽くしている。それだけか。ムハンマド・イブン・ターヒルは裁判所に執務室を構えているだろう。マザリムではなくシュルタにな。ここには総督の密偵たちがいて、一人は昼に執務室へ行く。デルビスからシュルタに連れてかれるぞとよく警告されていたな。まさか自分から飛び込むことになるとは。ナイフを下ろせ。正気か。
何がいい。危険すぎるな、トモよ。すまない。脅威はなくなった。自由に飛べ。何か問題が。我が目となれ、エンキドゥ。
かれて。噂じゃないなら腐れ反乱軍か暴動の意志がないやっとだ総督にはこれを乗り切るための考えがあるこれは殺人かどうなってるなんだこの鎖から解放してくれ頼む友アラーに感謝を友よ神の過去があらんこと助けてくれこのままでは死んでしまムハンマド総督の執務室だ総督は反乱軍のことを調査しているそれに隠れし者のこともアブー・アブダッラーはカリフへ忠誠を誓うそして継承権を求めないと約束をする権力者を操り、アラムートの隠れし者を一掃しようとするものか。もううんざりするほど見てきたな。複製は作ったと主に伝えておけ。紙を破って我が喉を裂けば取引成立だ。俺の主？仮面をかぶった組織だ古き、まあいいお前は奴らの手下ではないのかお前こそ奴らの手下では私の主はカリフとアンラーだ顔を隠さずに従っているもういいか忙しいのだよなぜワシフアルトゥルキに命令をした結社の一員だったがあの野蛮人は反乱の火をかきたてていたのでなだが何者かが奴を始末する手間を省いてくれた確か隠れし者だ、うん、もしやお前か
お前の書簡を読んだ。一族たちにアラムートの守りを解かせたな。お前は俺たちを敵に撃ったんだ。そしてバグダッドに平穏をもたらした。取引の条件は見ただろう。アブー・アブダッラーによる忠誠の誓いが、奴は何の関係がある？奴の野心はカリフ星を壊しかねないものだった。だからアラムートを引き渡して結社に排除を約束させたのだ。キツネを捕らえるために狼を放ったか。結社はバグダッドを火の海にする。お前は歴史に裁かれるんだ。歴史は私を公式に処すだろう。そして世界は知るのだ。勇気ある情報があったのだと。卑怯者がいたこともな。お前はいくつだ？二十歳か。私もこの町に来た時はそれぐらいで、正義感にあふれていた。それから大人になった。本当にアラムートを救いたいのなら、その刃は己の敵に向けろ。お前が取引を仲介した相手は誰だ？名を教えろ。だがお前が失敗すれば私も死ぬ。それは困る。さて、用事があるのだ。悪く思うな。仕事終わりはやはりシュルタか。一員ではないにせよ、総督は隠れし者の味方ではない。ハーレムは何人もの女が暮らし、男の目に触れないよう隠された場所だ。アラムートよりも見つけづらいかもな。話が確かな。ハーレムに入れる男は去勢されたものとカリフだけだ。俺はどちらでもないが、だからこそ面白くなりそうだ。Thank you.
変なことは考えず、さっさと消えろ。優しく諭されたな。他の入り口を探そう。トム、何が見える？あの女の影響力も取り巻きも日に日に減ってるわ。カビーハ様は偉大なお方です。過去の話よ。アルムタワッキルが生きていた頃の。でも息子が後を継げず、その時代は終わったわ。潮が引けばあなたも海に流されるのかしら。政治には巻き込まれたくないの、ナスリン。おや、あなたが何者かは知ってるのよ。もういいわ。もうすぐ新しい宦官がつく。彼らを門で出迎えなさい、マキラ。粗相するんじゃないわよ。行きましょう、ナスリン。新たな従者か。ハーレムに新顔が来るわけだな。宦官の制服があれば中に潜り込める。辺りを調べる。元気で。日光浴を楽しんでいるようだ。仕事着に着替える手間を省いてやろう。おい、おい、やめろ、返せ。審判の日はみんな裸だぞ、兄弟。この制服をうまく使おう。胸元が少しきついな。腹回りもだ。これで。お前、前に会ったか？今日が初日です。遅れるとまずいのですが。サラーム、マキラ様。こいつをご存知で？もうお忘れになられたのです？いえ、ごめんなさい。ずっと前だったから。それなら仕方ありません。とても地味な顔ですから。あなたとは違って。ファラ様が待っています。私には厳しいお方で、遅刻したくないのですよ。入れてあげて、アッバス。神のご加護を、マキラ様。これで入れるといいが。何をしているの？マキラ様、私はただ忍び込もうとしていた。あなた宦官じゃないわね。すぐに立ち去らないとファラたちに言うわよ。何を言うって、俺をここに入れたことか。それを聞いてあいつらが喜ぶとは思えないな。あんたは侍女だろ。側室の望みに応えてばかりだ。最後にあんたが望みを聞かれたのはいつだ？批判してこないものに、忘れてもいいようなものに頼ってみろ。あんたにも必要なものがあるはずだ、マキラ。それか欲しいものが。ええ、確かにあるわ。門にいるアッバス、彼はウンムワラドのファラのことが好きなの。私のことは見向きもしてくれない。
でもファラが目を大きく見せるのに使ってる化粧品、あれがあれば彼もきっと。もう言わなくていい。俺が力になる。その化粧品はどこだ？倉庫にあるけれど、ナスリン以外の人は入れないわ。彼女はファラから全てを任されているの。魔法薬もね。ファラは魔法薬を持っているのか？ナスリンに持ち運ばせて飲みたい時に出させてるの。息が臭くなるけど、あれが飲めるなら私は何だってする。なら手に入れよう。これは取引だ、マキラ。あんたは何を差し出す？あの部屋の鍵よ。化粧品と魔法薬だな。俺に任せておけ。化粧品に魔法薬だって本気か？集中しないと、あの鍵を手に入れるんだ。しかし、この魔法薬は何なんだ？なあ、酒か。持ってきたぞ。ありがとう。化粧や薬を使うには若すぎるって周りに言われるんだけど、使う理由を知っておくのに年齢は関係ないと思うの。その通りだな。それで鍵は？庭園とその秘密っていう本を読めば、私もきっとみんなの話についていけるはず。生物学や人体とその秘密が書かれたハレンチな本よ。読んだことはある？ない。ファラはそれをカリフの部屋に置いてるの。屋上で誰も読めないように。マキラ、約束と違うぞ。お願い、本を見つけて私の部屋に届けるだけでいいの。左側の東宮にあるわ。わかった。だが次は鍵をよこせ。化粧品に魔法薬、そして今度は下品な本か。従者のふりをするつもりだったんだがな。別の入り口があるはずだ。
とその秘密。そそらない題名だな。ま、書いた時はいいと思ったんだろう。絶対に見つけてやる。アブー・アブダッラーの野心には果てがないわね。ですが、もう考えていないのでは。彼の母親に会った。アラトル・アムラ・アラ・コスタ。ラカッタイ。でよし、好きに読め。これ以上仕事を任せられないといいが、俺は怪物を生んでしまったのかもしれない。本は部屋に置いてきた。さあ、どう？目は大きく見える？かなりな。マキラ、鍵を渡せ。この薬、飲むと自信が湧いてくる。世界を征服だってできそう。なあ、俺もその薬はよく知ってる。取引しただろ、マキラ。今すぐ鍵をくれ。待って、先にナスリーンに薬を返さないと。ないことがバレたらパラは怒り狂う。戻してくれたら鍵を渡すわ。わかった、俺が戻るまでに水を飲んでおけ。頼むから。これが最後だ。今はこらえるんだ。これで元通りだ。魔法薬を戻せば全てがうまくいく。さて、マキラには無理やりにでも鍵を渡してもらうぞ。終わったぞ。これでいいんだな。ありがとう。変ね、少し頭痛がするの。どうなってるのかしら。鍵をよこせ。ああ、そうね。持ってないのか？カビー派が怖いのか？違うわ。あの人の時代は終わったのよ。ただからかっただけ。さあ、受け取って。やっとか。これで答えを探せる。この香水は覚えがある。バザールで嗅いだ香りだ。そしてハーレムでも。だが誰がつけてた？髪飾り。ニーンのものだ。カビー派はいつこれを。アリブの署名入りの刺繍だ。海、砂漠、コブラ、ハート。
地図、カリフ領とアラムートか。壮麗な割にこの部屋には何もない。何かが欠けているようだ。カビハもいない。主人が渡してるのを見たわ。どういうことだ。何を渡した。いつもの薬を言われた通りに渡しただけで、毒なんて。これでも毒がないのか。今すぐ逃げて。鍵は私に。ファーラに何が。私よ。あの瓶と私を置いて出て行ったからこうなった。部屋を調べるぞ。お前も来い。私は毒なんて持ってないわ。何をした。私たちは大丈夫よ。ナスリーンの部屋から本が見つかって大騒ぎになるから。ナスリーンだと。庭園とその秘密、あれはハレンチな本じゃなくて、薬草とその薬効や毒性、化粧品について書かれてるの。ベラドンナ、有毒なナス科の植物よ。少量なら目を愛らしく見せてくれるわ。あの女には全部使ってしまったけれど。何？あなたも見たでしょ。ファラとナスリンは毒を吐いていた。我が主について根も葉もないことを吹聴して。カビハか。一人は死んで、もう一人は罪人。これで奴らの毒は広まらない。このシイラメ、お前は何者だ。しもべよ。カビハ様がいらっしゃらない間、私があの方の座を守る。部屋は空だ。見捨てられたようだな、マキラ。白状な主に仕えたものだ。危険が去れば、あの方は宮殿から戻られる。その情報は口を滑らせたな。そうかしら。どうせあなたには見つけられやしない。さあ礼儀をわきまえて。子供たちがいる。ところでいい服ね。お似合いよ。ファラのためにできることはないのだ。カビーハの結社の総長が、奴に苦しめられている人々を救うことはできる。3人の容疑者を調べ終わった。ロシャン師匠に相談して、この事態にケリをつけよう。判断す。無実なのかもしれないだろ。警備を呼んで、こっちよ。手配犯がいるわ。